山本周五郎謎の首飾り事件新年宴会正月七日の夜七草がゆの祝儀をそのままに牧野支写邸では親族・知友を招待して新年宴会を催した集まる者十人 その中でも特に人々の注意を引いたのは少年探偵としてめきめき名を広めた春田竜介君とその助手であるメリケン・ソータそれから警視庁での名探偵と呼ばれる田刑事の3人があることだったこの3人は去年東京を中心にして行われた大きな犯罪を探偵して立派な功績を残した両大関でその夜は互いに初めて会うのであった 僕、はるたです。おじであるマキの視察から紹介されたとき、ハルタ君は謙遜して自分から握手を求めながら、言葉低く話しかけた。おわさはいつも伺っております。どうぞよろしく。しかし加島刑事は何をこの小像がと言わんばかりにちらと目をくれただけで、いあ<う>。と言ったままハルタ君の差し出した手を握ろうともせず。 ささっさと自分の椅子の方へ立ち去っていったそばにいてこの無礼な態度を見ていたメリケン・ソータはギリギリはがみをして「坊ちゃんあっしゃあいつをのしちゃうからね!」と腕をまくったしかし春田少年はそんなことで起こるような昇も者ではない立ち去っていく刑事の後ろ姿を見送って肩をすくめて ふふんと笑いながらよしたまえあの人はいつか自分から僕の手を握りに来るようになるよここが我慢のしどころさそして蒼太の肩をたたいたさあ皆さん牧野磁石は集まった客たちに向かって叫んだ食堂の用意ができたそうです 今夜は北京邸から腕利きのコックを呼んできて屋敷で料理させた純粋の北京料理をご馳走いたしますさあどうぞお席へ客たちは話しながら試着の後から食堂上へ入っていった黄色ダイヤの首飾り食事の間お客たちの話は 君の手柄話ににぎわった牧野磁石は無論自分の老いの自慢だから黙って引き下がっているはずはない例の潜水艦の秘密事件だの幽霊殺人事件だのそれからつい最近に解決したばかりのあのメトラス博士一味の骸骨刀の事件だの自分の屋敷に鎮造してある黄色ダイヤの首飾りを中心にして ヤンセンセ牧師との一騎打ち事件だのを我がことのように話し続けるのであったですがね、客の中から秋山という若い紳士が声を上げたその問題の黄色ダイヤの首飾りがまだお屋敷にあるのでしたら我々に見せていただきたいものですねすると一座の客たちもそれに賛成して どうぞ首飾りを見せてもらいたいというのであったよろしい諸君では物語の中心となったその首飾りをご覧に入れましょう磁石はすぐに駒使いを招いて婦人の化粧室から首飾りを持ってくるように命じたまもなく駒使いは黒ビロード張りの小箱を持って帰ってきた人々は 世界的に有名な首飾りを見たいというので試写のそばへ寄っていったこれです。写区はやがて小箱の中からさん然と輝き光る一連のダイヤの首飾りを取り出して人々に示したこの首飾りははじめトルコの王宮に秘蔵されていたもので古い伝説によると あのギリシャの英雄アレキサンダー大王が自分の首にかけていたものだということです試着の話に耳を傾けながら人々は驚きの目を見張ってその首飾りを見つめるのであったダイヤ奪わるやがて人々が見終わると 主役は首飾りを小箱に戻して駒遣いに渡した元の場所へ閉まっておいで。小間いは小箱を持って客間を出て行ったそれから客たちが自分自分の席に戻ってガヤガヤと首飾りの噂話を始めた時だった「ああという女の叫び声が聞こえて夫人の化粧室の方に 荒々しく人の倒れる音がした瞬間人たちは愕然として佇たずんだが梶田刑事が真っ先に駆け出すとハッと気づいてその後ろから悲鳴の聞こえた方へバラバラと走っていった梶田刑事が駆けつけてみると夫人の化粧室の外に真っ青な顔をして例の「秋山」という紳士が突っ立っていた 刑事はちらと秋山を見たがすぐに真っ暗な化粧室の中へ踏み込んでそして電灯のスイッチをひねった時あやられた刑事は思わず叫んで立ち止まった見よ床の上には駒使いが仰向けに倒れて気絶しているそしてそのそばには すでに空になった黒ビロード張りの小箱が落ちていたではないかそこへ試着はじめ客たちがドヤドヤと駆けつけてきたので刑事は慌てて叫んだ試着重大な事件です誰もこの化粧室へ入れないでくださいまた今夜のお客様はご迷惑でも事件の解決するまで一歩も外へ出てはなりませんそれからと刑事は 黒えながら立っている客の秋山に鋭い目を向けながら言った。秋山氏はどうぞお入りください。僕も入れていただきたいですね。名探偵閣下。そういう声がして、客たちの間からにやにや笑いながら龍介君が現れた。刑事は不愉快そうに眉を寄せたが、ぶっきらぼうに。 どうぞご随意にと言ってドアをピッシリ閉めた会心師秋山化粧室には柏刑事と磁爵と龍介君とが残った怪しい紳士秋山は部屋の片隅に不安な顔をして立っていた いは柏刑事の解放ですぐ正気に帰ったそして打たれた額をぬれて拭いで押さえながらポツリポツリ話し出した私このお部屋へ入ってきますと突然かい服を召した紳士の方が真っ暗なドアの影から飛び出してきましたあっと思って引き返そうとしましたがそのとたん棒のようなもので額をひどく打たれましたので。 そののまままま気を失ってしまいましいたのです。お<う>柏刑事は駒使いの倒れていた場所に落ちていた長さ2尺くらいの梱包を拾い取ったそしてポケットから指紋帳を取り出して手早く梱包に記してある指紋を取ったさて秋山さん。刑事は 部屋の隅に先ほどから震えながら立っている紳士を呼んだ。失礼ですが、あなたの指紋を取らせていただきたいものですね。秋山紳士は恐る恐る近寄った。刑事は震えている秋山紳士の指を握って、指紋帳の上に押し付けてから、こ棒に記されていた指紋を合わせてみた。柏刑事の顔には、 然とした微笑が現れた合うこの2つの指紋はぴったり合う同一の指紋だそれは間違いだ誤解だ秋山紳士は突然怒鳴り始めた僕は何も知らぬ僕はそんなことはしやしない間違いだ失敬な指紋が 何よよ。りの証拠ですよ刑事は冷笑しながら言ったしかし説明を承りましょう脇山さんさっき駒使いが襲われた時この部屋の外に立っていたのはあなただその時あなたはここで何をしていたのですか僕は僕は頭が痛むのでそれで庭へ出ようとしていたのだ それで出口がわからないで困っていると突然女の悲鳴が聞こえたので駆けつけてきたんだそこへあなたが秋山紳士が言い切らぬうちに柏刑事は大声に笑い出したいや秋山さん嘘をつくならもっと上手にやらんといかんよそんな馬鹿げた話をおいそれと私が信用すると思うかね北前 身体検査をさせていただく。柏刑事は震えている秋山紳士を引き寄せて残るくまなく身体検査をしたが不思議やダイヤの首飾りはどこにもなかったさてはどこかへ隠したにそういないというので部屋の隅々駒使いの体まで探し求めたがついに 首飾りは出てこなかった龍介の番だ。さん、事件は解決しましまたか今まで柏刑事の尋問などは見向きもせずに化粧室の中を詳しく綿密に調べていた春田龍介くんがニコニコ笑いながら進み出てきた解決しとるよ。 女中が何者かに襲われたそばに女中を殴った梱包が落ちていたそして部屋の外に紳士が立っていた梱包には指紋があったその指紋が紳士の指紋であった女中は自分を殴ったのは夜会服を着た紳士だと言ったでその紳士は夜会服を着ているこんな簡単明白な事件は子供にだって肩がつくさ そうですか。龍介少年は相変わらず笑いながらしかしこういう疑いをお持ちになりませんか田さん駒使いが入ってきた時には伝統が消えていたそれなのにどうして戸の陰から飛び出した男が夜会服を着ていたと分かったのでしょうそれからまた犯人はどうして自分の指紋のついているこん棒を犯罪の現場へ放り出しておいたのでしょう そして自分が逃げる間さえなかったのにどうしてダイヤを隠すことができたでしょう竜介くんの静かなしっかりした意見を聞いていた刑事はその立派な言葉にタジタジとなったがまだ竜介くんの本当の偉さが分かっていないのでふん、君はなかなか立派な意見を持っているなあ、君には事件はもう分かっているのかねええ そうですよ、柏さん龍介は軽く笑って答えた僕にはもう誰が犯人で首飾りがどこに隠してあるかということまで分かっているんです柏刑事はまるでくすぐられたゴリラのような珍妙な顔をしてまじまじと龍介くんを見守るばかりだったその時ネイスの上に休んでいた駒遣いは立ち上がって ふらふらと洗面台の方へ近よった。龍介くんは急いでそれを遮って。どうするんだね、君。私打たれた傷が痛いますから、お水で冷やさせていただこうと存じまして。あとで」と龍介くんは言った。そして困りいを元のネイスに追い返した。 そんなことは後でたくさんできるよ。まあ静かに座っていたまえ。そこで秋山さん。失礼ですが、今夜この宴会へ来る途中、どこか他にお立ち寄りになったところはないかお話しくださいませんか秋山紳士は自分にかけられた疑いが解かれそうになったので、元気を取り戻しながら話した。そうです。家を出まして銀座で2軒用事をいたしました。 一軒は日本屋という洋服屋で春服の仕立てを頼んだんです。それから大正軒という品人の陶器店へ行って、七宝焼きの壺を買いました。それだけです。ありがとう存じました。龍介はきっと唇を結んで立ち上がった。もう事件は解決しました。30分の後、 僕はこの事件の首謀者を連れてここへ帰ってきますおじさんあなたは料理部屋へ行って今日北京邸から来ているコックを一人も逃がさないでくださいそのうちの左利きの男が犯人ですそれから田さんあなたは警視庁へ電話をかけて腕力のある警官を10人ばかり大至急銀座の大将圏へ派遣するように命じてください さあ、僕がどんな風に解決するか、ご覧に入れましょう。あっけに取られている一同を後に化粧室を飛び出した竜介は、大声にわめいた。そうたくさあ、君のメリケンがまたいるようだ行こう今夜は大物だぞ殴れ、そうた。 それから三十分後だ。し柏木刑事が警官隊を連れて夜府けの銀座の大将拳へ駆けつけたとき、中では素晴らしい大格闘中だった。やろうども、タバになってかかってこい。メリケンソーダ様がお相手だ。さあこい。怪しいシナジンに取りまかれた真ん中に二応立ちになってわめいているのはメリケンソーダだ。見ると。 リュウスケ君はブローニングを片手にニヤニヤ笑いながら一段高いところに立って誰も逃げ出さぬように見張りをしているやれソウタ君今夜は僕は邪魔をしないよ思う存分暴れろありがてえぞメトラス博士の時には坊ちゃんにお株を取られたから今夜建築証明ソウタ様がどれくらい強いか見せてやるんださあ豚どもかかってこい さびざま、いきなり取り巻いているシナ人の荒くれ男の一人が飛びかかっていったガシャンピッシリメリメリガラガラガラやれやれ龍介くんはそれを見下ろしながら叫んだすばらしいぞ空殴れ殴れそうだ。はたからけしかけられるので そうだ得意絶頂だ誰とばかり取っては投げ掴んでは投げまるでアシュラのように家の中を縦横無人に暴れ回ったかくして大正軒の地下室に隠れていたカイシナ人の一団は間もなく柏刑事の一行のために捕獲された そんな問題。蒼汰は流れ落ちる汗を横殴りに吹きながら。呪珠つなぎにされた悪巻の前でわめいた。おいらの親分は龍介様だ。そしておいらは。メリケンのソ蒼汰様よ。洗面器のからくり。樫田刑事と春田君とは。 再び牧野試着艇の化粧室に戻ってきたさてまず首飾りを出しましょう竜介くんはそう言って書生を呼んだ君すまないが料理部屋へ行って水の流れ出る溝口へ網を張っていてくれたまえ書生はかしこまって出て行ったさて小間塚井くんどうか額の傷を冷やしてくれたまえ は駒遣,遣いはその瞬間なぜかさっと顔色を変えたそして震えながら言ったええ私もうよろしゅうございますのもう痛みはしませんからでは僕が手を洗わしていただこうかな竜介くんはつかつかと洗面台へ近寄って 勢いよく水を出しながら丁寧に手を洗い始めたすると間もなく大声でわめきながら廊下を書生がかけてきた出ました出ました先生ダイヤの首飾りが流し元から出てきましたそう叫んで室内へ飛び込んできた書生の両手の間にはなんと 三千と輝く黄色ダイヤの首飾りが揺れていたではないかねえ菓子田さん竜介くんは皮肉に笑いながら言った僕はさっき言ったでしょ首飾りの隠し場所もそして犯人も分かっているって犯人は駒遣いと北京邸から来た左利きのコックですよ <laughs> <laughs> これが。 僕のの探偵の仕方です。どうしてこの事件を解決したかやがてもう一度客前へ人たちが集まった時龍介は静かに話し出したあの女中の殴られた傷を見ると右の額です向き合って相手の右の額を殴るには左利きの人でなければできませんそうでしょう樫田さん ところがこん棒についていた指紋は秋山さんの右手の指紋だし秋山さんは右利きだ彼らが秋山さんを犯人だと思わせようとした第一の失敗はこれです第二には女中が自分を殴ったのは夜会服を着た紳士だと言ったところが暗闇の戸の陰から飛び出した人が夜会服を着ていたかどうかわかるわけがない なななんんららしてごらんなさい。つまり女中は秋山さんを犯人に思わせようとして焦ってかえってボロを出したんです柏田さんが秋山さんを尋問している間に僕は部屋を調べてみましたところが女中が秋山さんの隠れていたと言った扉の影にはかえって秋山さんの無罪を証拠立てるものが落ちていたんです それは小さな玉ねぎの切れ端ですつまりそこに隠れていたものの体からその玉ねぎの小さな切れ端が落ちたのです玉ねぎの切れ端それは品料理には付き物だそうでしょう皆さんそして今夜は品料理のコックが来ているこれだけで事件は解決しても同じです それからもう一つ室内を調べてみると洗面器が濡れていたんです夫人が洗面器を使ったのは夕方お化粧の時で5時間も経っているから乾いているはずのところが見るとひどく濡れているそこで僕は首飾りの隠し場所も分かったのです要するに彼らはこんな風に企んだのです 秋山さんが銀座の大賞券に寄った時何かの機械にあの棍棒を秋山さんに掴ませて秋山さんの指紋をそっと取っておいたのですそれから仲間の一人をコックに化けさせて屋敷へ入り込ませ駒遣いとグルになって化粧室へ入ったところをわざと例の秋山さんの指紋のついている棍棒で殴ったその時コックは 自分が左利きでであるのを忘れていたんですね。そして女中は気絶したように見せかけそのこん棒は見えるようにそこへ放り出しておいたんですその時コックが首飾りを持っていれば身体検査をされた場合すぐに分かってしまうから洗面台から水流しの沿管の中へ入れておいて秋山さんが犯人として警察へ引かれていった後で洗面台から水を流して。 料理部屋でコックが溝口から流れ出るのを受け取って逃げようと計画してあったのですね聞いていた客たちはじめさすがの柏刑事も思わずあっと言ってはるた君の名探偵ぶりに舌を巻いた叔父である牧野磁石がその時どんなに得意前とひげをひねっていたか皆さんにも想像できることでしょう失敬しました。 春田君。樫田刑事は立ってきて、進んで春田君に手を差し出しながら言った。先ほど私はあんたを軽蔑しておった。しかし今では私自身を軽蔑しております。どうか、先ほどの無礼をお許しください。それを見ていたメリケン・ソウタ。思わずメリケンで鼻をぐっとこすりながら、 言ったものですどうでおいらの親分は春田さんだそこでおいらはメリケンそうだよさて読者諸君私は残念ながら一つのお知らせをしなければなりませんこうして春田君は続けざまに5つの重大事件を解決しましたが今度ある方面からの命令で 1> 1年間外国へ見学に派遣されることになったのです我らの少年探偵春田竜介くんは来る3月2年級を終了すると同時にまずヨーロッパへ向けて出発しますドイツフランスイギリスアメリカこれらの国々の見学を終えて記帳した時日本の探偵界に春田くんがどんな活躍をするか それを楽しみにどうぞお忘れなくお待ちください。いずれまたその時に。